今回は男子キラー小山に対するみんなの反応をご紹介します。このチャンネルではトレンドのアニメに関する感想や考察など皆さんの反応をまとめています。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。夕方は男子キラー次女よ。小山がいいものを見せてくれる。小山のいいものを見せてくれる。小山が悪いんだぞ。今見せて。悪すぎ。小山が悪すぎる。ちょっと前まで男やってたから、いろいろ好きだらけのお兄ちゃんいいよね。お兄ちゃんはもうちょっと自分の今の姿を自覚しないと、レされても文句言えない。相手によってはその場で押し倒されてたぞ。最低だよもみじ。おしまいになりそうなことばかり言ってるな、このお兄ちゃん。男子たちの理性はおしまい。理性壊してるのはたった2人だけだからセーフ。もみじなら責任取ってくれるだろう、きっと。カーになるフラグが多すぎる。こっから香水つけたりリップ塗ったりして、さらに誘惑してくる。夕方の自分たち以外誰もいない教室で誘惑してくる女子っていう情景は完全に絵漫画の導入なんよ。中学1年生には早すぎる劇物だって。窓際の席だし風でいい匂いが届いてくるとか、サキュバスすぎる。これが他の女の子ならわからなかったけど、平気で人前で脱いだり男子トイレ突入してきてスカートまくり上げる小山が、あゆとマジでワンチャンスあるのではと感じてしまう。そして男子たちの脳は壊れる。今は中学生だから相手も照れるだけで終わってるけど、高校に上がっても同じことしてたら絶対その場で押し倒されるよ。ちょっと男性経験豊富そうだな小山。よく考えたら放課後一人きりの時に男子二人が詰め寄ってくるの、まともな女の子なら怖がるところでは。お兄ちゃんからしたら同性の後輩が放課後話しかけてきたってだけだからな。やっぱりお兄ちゃんが悪いよね。小山ってビッチじゃね。小山はそういうのじゃないし。ほんの一部の男子にだけチョコを与えるのは極悪すぎる。わかるよ男子諸君、わかってない。皆さんは男子キラー小山についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。